こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スタークラブ育成シミュレーションカルチビーター始めていきましょう。いよいよジャパンカップスタートです。緑岡 SC と対決ですね。今回は浅草サンダーボルトとの公式戦もやってしまいます。風が吹いてすごい外寒いです。そうなんです。調子次第なんですね。意外と苦労するかもしれない。さあ、ジャパンカップ1回戦、完全にクラーカリバーズの勝率は高い。ちょっと当然だと思いますが、去年1回戦結構苦労してるんで、そして今回です。出してしまった。なんかなんか遅いですね。ユーナ2点目。ゴール隅に入れました。3点目です。やっぱりフレッシュリーグでしたね、相手。いい練習になります。さつき、キャッチ、センタリングから、フリーターのボレー。疲れがちょっと溜まってるんじゃないかな。
見よう。これは厳しい。おっと、越えられた。前半終了です。スターは溜まってないですね。さあ、相手も選手交代して、2人もう選手交代しているので、より疲れがどんどん溜まっていってるでしょうね。ただ見習うべきとこはやっぱりです、でもゾーンディフェンスなんですよね。動きは悪いけど、やっぱりゾーンでパス渡すから、それが機能してるうちは取れない。パスはあんまり疲れ、精度はちょっと関係あって、ね、ゾーニングがしっかりしてたらいけますからね。正直あのサッカーに関してはそういうポジション的に、ポジションというかゾーンディフェンス的な知識って全くないんで、この辺が今まで惑わせてる原因かもしれないですが、決めきれないとか、この力がないと勝ちきれないっていう原因にはなってますよね。6点目です。そろそろ選手交代の時期かな。さくらとか疲れてる。疲れは怪我のもとですからね。言うの抜いちゃってますよ。ファウルです。そこを気になる要素ではある。完全に抜けちゃってますよね。ミオ、キーパーがカースがミオ、もう一回エリカ、え、オフサイドか。これはダメなんですか。相手ボールを揃い、こちらボールを揃いんです。第一優な、うわー、ミスが良くない。決めました、エリカ、7点目です。うん、ゴール前人いないのと一緒ですからね。試合終了です。7対0大勝です。前半4分、これが良かったね。エリカが決めてくれました。試合開始はどうなるかってちょっと心配だったんですが、意外と苦戦させられるかなと思ったんですが、このまあリューナの2点目を含めて深い波に乗れましたね。
3票得点です。飛び込んできました。6点目。これは入ったと思ったらオフサイドになってしまいます。だが、その直後。もう完全に選手、相手選手疲れてますので、強引に持ってくれます。ボール支配率 41% ですか。多分相手が結構パスする時間ないんですよね。さあ2回戦は岡山ピーターローズ N2 との対決です。3人奈良子綾香もちろんくるみです。あと何戦だったっけ？あと3戦ですね。負けると終了です。スコア変わってないんで大丈夫でしょう。さあ、浅草サンダーボルト戦行きましょう。ないけどな、まあでもまだ足りないかな。意外と 50% しか勝てないって予想になってますね。優位ではあるが、一リーではない。近況なかなか勝てないんで、これが反映されていると言えるでしょう。だが、その数値をぶっちり、先生です。完全当てキーパー読んでたんですが、バーは13人のせ目、13人目だったっけ、審判が12人目で、バーは13人目の選手と言いまして、バーのいたずらで、ゴールの中に入り込みました。くるみ、ああ、すごいな。2対0、これ大きな、相手チームにとっては大きな差です。やっぱり90分かかっても2点返すのは、なかなか至難の技ですからね。
くるみ、仲が良かったが、まだ諦めないくるみ。キーパーも仲がいいですね。妙に渡った。何今のパス。なんか変なカーブの仕方をした。おかげで出てしまいました。ファール。クロアチアって赤だったよな。だからクロアチアに見えない。投手は抜群ですね。気合だですね。浅草さん危ない。相手はもう攻めの体勢入ってますよ。トーマスに取られてしまいます。ファールか。ファール取れるシーン多いですね。危ない。もうサチコとナーグは疲れている。前を持っていかないため早めの交代を行います。といってももう前半は少ないんですけどね。ちょっと長いが相手に傾いてきたかもしれない。あーっと1点返されてしまった。いやムードです。引き分けだとダメなんですよね。優勝がないんですよね。勝たないといけない。とにかくされてしまいます。さあこの後もう結局ミッドフィールダー全員交代。ミッドフィールダーの負担ってでかいんですよ。だからこのミスは良くない。精度を高く決めていかなければいけません。投げ合いではいけないよ。キーパー体勢崩れないうちに決めたいですね。これです緑でも確実に決めないといいですね。3点目、ほっとしました。この2点差大きいな。確実にゴールと距離を詰めていってキーパーの動きを見て決めました。これは緑良かった。テパス、ミオカが、ちょっと不良い出し方だった。ボールの持ちが良くないね。緑、4点目を、これ決まったでしょ。ダメ足を4点目。格が違うぞ。オッケー、緑、これハットトリックじゃないでしょうか。回り込んで。今日の緑は本当キーパーがよく見えています。
ノーハウス相手の、あ、邪魔されている。守りはまだ死んでないですね、相手は。だから緑の本当にプレーの良さで勝ってる感じがします。ファール、もう1点欲しい。ムードが結構違います。ムードに左右されますからね。ダメだ。しかしこれで91分、試合終了、4対1で大勝です。これつきますね、クルミの先制パンチ。ギリギリ決めました。クルミが2点なんですね。そう、クルミと緑が2点ずつか。後半4分、1点差に詰められます。この流れを断ち切ったのが緑の3点目でした。つまり結構嫌なムードだったんですよね。1点差は同点追いつかれちゃいけませんからね。そして最後、後半32分、4点目緑、キーパーが見えております。ここ吸い抜けるように決めていきました。これに急いでしまった。10本もシュート打って、うち8本が枠内だったんですね。4対1で大勝です。3位です。3位ですね。筑波大学とはなんと7点差ついている。ん、これ残り2戦だから優勝はなくなったんじゃないの。筑波大学の優勝見ますよ、大阪。まだチャンスないけど、優勝はなくなってしまいましたね、今年は。つまずきが響いたかな。で、スタートは良かったんですけどね。はい、引き分け勝って2連勝なんですけど、まあこうなると2マス大阪を抜いて2位以内には入りたいとこですね。残り公式戦2戦。はい、ということでここまでとなります。次回は N2 2回戦岡山ピーターローズ、そして、公式戦の第21節キャピタル東京を、行います。優勝はなくなってしまいましたが、2位をかけた
戦いはまだ続きますので応援してください。3位4位のメンソーレ那覇との試合はやってますね。はい、2位に入らないと来年のアジアチャレンジ投票がなくなるので、そういう意味でも厳しくなります。ぜひ応援よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。